小形公安、何わの事件長は、月山勝良による日本の連作中編時代小説シリーズ。2001年から2002年にかけて、鳥影社より刊行された。前2巻。2008年から2009年に、双葉文庫より文庫化されている。何わの花、小形公安事件長と題して2009年1月に、NHK 総合テレビにて、テレビドラマ化、また、ラン。 尾形公安何話の事件帳と題して2018年5月に小畜制作により舞台化された。姉妹シリーズに陶技左近を主人公に本作の2年前を描いた左近何話の事件帳がある。金賞入り、尾形公安、何話の事件帳北前船、始末、尾形公安、何話の事件帳金賞入り、尾形公安、何話の事件帳北前船、 四末小形公安、何わの事件長、何わの花、小形公安事件長と題し、NHK 総合テレビ、土曜時代ドラマは国手て2009年1月10日から3月7日まで放送された。主演は、久保田正隆と栗山千明乱、小形公安何わの事件長と題して、松竹制作により、舞台化され、 2018年5月6日から5月13日まで、大阪松竹座にて、5月16日から5月20日まで、東京、新橋演舞場にて上演された。西織一世が演出を担当し、松竹新喜劇の藤山千次郎が主演、小形昭役を、元宝塚歌劇団星組トップスターの北紹介、リーが断層の美剣士、陶技左近役を演じた。 2019年8月から9月に再演され、松竹特別公演として、全国巡業。ラン、小形公安にわの事件帳に関するカテゴリー。ありがとうございます。